どうもこんにちは、モータージャーナリストの岡本浩一郎です。今回は東洋タイヤの新世代スタッドレスタイヤオブザーブギズ2をインプレッションいたします。実に6年ぶりのモデルチェンジということで、その性能の上がり幅も相当大きいんではないかということが期待できます。実際乗ってみてもですね、しっかり走ってしっかり曲がってしっかり止まってくれるんで、もうタイヤがいいと雪道走ってても楽しくなりますよね。オブザーブギズ2には本当にいろんな独自の技術が採用されているんですが、スノーポリマーと新しいゲルの配合も挙げられます。これのおかげでですね、低い温度になっても柔らかさを保つことができて、雪の上でも凍った路面でも高いグリップ力を発揮することができます。まさしくそれも乗っても体感できます。こう雪の上走ってるとですね、雪詰まっちゃって本来の性能を発揮できなくなっちゃったりするんですね。そこも考えられてて、タイヤが回転するとうまく排出されるような、そういう工夫もされてますね。趣味ゾの位置っていうのもですね、結構考えられてて、一番真ん中のタイヤが一番設置する部分には趣味ゾは入ってないんですね。微妙にずらされてる、ちょっと切り始めた時の反応の良さにもつながってると思います。トレッドパターンの特徴として3連ブロックというのがあります。メディエート側のブロックが3つになってるっていうですね、これにより横溝成分が増えて、これによって得られたトラクションの高さっていうのは実際雪の上でも氷の上でも乗ってて体感することができます。それと吸着 3D サイプというのがあります。サイプがですね、常時開かせることで除水性を高めてですね、エッジ効果をずっと発揮するっていうですね、そういう効果があります。オブザーブギズ2の大きな特徴の一つとして、ウェット性能の向上が挙げられます。シリカがまず増量されています。さらにですね、ウェットに効く配合のポリマーを新たに採用しています。このおかげでですね、ウェット性能も引き上げられています。まあ、どんな道走ってもより安心感のあるタイヤに仕上がっているということですね。今走ってる路面はですね、ところどころですね、凍っててかなり滑りやすい状況、そういった路面です。これまでのギズ時代とですね、なんかもう全体的にグリップ感が上がっていることを感じますね。こうステアリング切った時もついてきて、すごくなんかしっかり感があるんですよね。これに効いてるのがですね、今回新たに非対称を採用したと。これまでのとやっぱ違うなっていう感じがします。ただいまスラロームをしてみたりしてるんですけど、しっかり感がありますね。今回新しくなったゲルを採用したことで、吸水と吸着のですね、効果がより強化されてます。やっぱりこう思った通りに走ってくれると安心感が全然違いますよね。ブレーキも思ったよりもよく止まってくれます。このアイス路面だともっとずっと滑っちゃう感じがするんですけど、 ABS が効いてグッグッグッとですね、踏ん張ってくれる感じがしますね。そんなわけで、こう雪の上を走っても氷の上を走ってもシャーベット状のところとか、もう刻々と路面環境っていうのは走ってる間に変わりますよね。あらゆる路面状況に対して高い安心感が得られる、そういったスタッドレスタイヤです。オブザーブギズ2を履いて冬の北海道のいろいろな道を走ってみました。刻々と路面状況が変わる中でもコンセプト通り走ることができました。もう全方位にわたって優れたグリップを発揮してくれて、しかもそれがずっと長持ちするっていうですね、6年分の進化というのは小さくなかったです。中でも印象的だったのはアイス性能の高さです。ブレーキを踏んだ時に止まる時もこうグッグッてですね、しっかり制動感が伝わってきますし、ステアリング切った時も手応えがあるんですね。滑る中にもグリップしてる感じっていうのが伝わってきます。もう一つはトラクションの高さですね。車が前に行こう前に行こうってする力が強まっていることを感じます。これもオブザーブギズ2のですね、大きな進化のポイントだと思います。東洋タイヤの開発関係者の皆さんがこれはもう自信作だっていうふうに言っていたのも納得の思いです。本物を求めるスタッドレスタイヤユーザーの皆さんに私も太鼓判を押しておすすめしたいと思います。この冬オブザーブギズ2をぜひお試しください。